睡眠時有病症とは、睡眠中にもかかわらず体動が出現しぼんやりと、歩き回る症状。無有病や無中有病症とも呼ばれる。睡眠障害として、睡眠時随伴症の一つに分類される。無意識の状態で起き出し、歩いたり何かをした後に、再び就眠するが、その間の出来事を記憶していない状態を指す。その時間は、30秒から30分までの長さに、 なりうる。野狂症を合併することがある。このような症状は睡眠前半期のノンレム睡眠時に発生することが多く、寝返りとともに起こることがわかっている。小児期、学童期に多い病気である、間別疾患にはアルコールや薬物原因によるブラックアウトがあり、これらは同様に記憶喪失を引き起こし得る症状である。これらの症状では患者は、 周辺環境に対し応答できるが、しかし本人はそれらの事象を記憶していない。アルコールによるブラックアウトは、血中アルコール濃度が0 0 6ムデシリットル以上で起こりうる。文献システマティックレビューによれば、飲酒者のおおよそ50%が記憶喪失を経験しており、それによって、無中漁行類似行動や、怪我、死亡などのトラブルを経験している。 その他の鑑別疾患には、レム睡眠行動障害、サクラン覚醒などがある。興奮状態のまま眠りについてしまうことや、精神のストレスによるものが多いとされている。また、特に原因が見当たらず、慢性的で難治性の場合もある。疲れていたり、昼間に猛烈なストレスを体験した場合に多く見られる。また、ぐっすり寝込んでいる子供を、 何らかの理由で無理やり起こした場合に見られることがある。薬物原因としては、クロルプロマジン、ペルフェガジン、リチウムジオ、トリアゾラム、アミトリプチリン、ゾルピデム、クエチアピンと、交換神経ベータ受容体遮断薬などがある。経過観察とともに、自然治癒するが長期化する場合には、薬物療法などが行われる。現在のところ、臨床試験において、 症状改善が確認された心理療法や薬物療法は存在していない。しかしながら様々な療法が行われているのが現状である。主な薬物療法としては現在、ベンゾジアゼピン系の薬が使われている。またストレスが原因の場合は、そのストレスの原因を断つことも必要である。なお、患者を無理に起こしたり静止しようとする時害を加えられる恐れがあり、過去には、 殺害事件も起きている。そのため、危険がない限りそっとしておくか、気球の場合は、警察や救急車を呼んで対処することが望ましい。未成年者の場合は、思春期が終わる頃には、自然に症状は消失すると言われているため心配する。必要はないが、寝入るまで安全に保護する配慮が必要である。ありがとうございます。